待ってたわ。いらっしゃい。なに？えへへ。お疲れ様です。二人とも揃ったようじゃな。バーダックがミラを引きずり込んだ時の狭間の中での出来事よ。そこで何が起きたのか、お前たちにも見せておきたくてな。俺たちにも？一体何が起きたというんですか？説明するより見てもらった方が早いわ。これよ。何？バーダック！この俺が振りほどけない、こいつの力は。手を出すな。こんな奴にこの俺が。よくも俺をコケにしてくれたな。今回ばかりはサイヤ人の運命もカカロットの運命も関係ねえ。今までの借りを返してやる。サイヤ人の力をなめるな。覚悟しやがれ。この俺が貴様ごときに。この敵の姿は永遠に見てられない。俺も貴様ここで朽ち果てる。それでもまだ俺と戦うというのか。誰にも邪魔されないってことですね。こっちをだね。好き勝手に行ってくるやん。パワーまで強化したのが失敗だ。おめえらから与えたこの力を打ち伸ばしてやるぜ。こっちは少しやる。やがれ。ミコが強化したか。こいつがここまで食い下がれるはずがない。戦いの中でどんどんパワーを高めていく。俺の勢いはまだまだあるもんじゃないぞ。
え力を待って貴様を倒し、今度こそ俺が最強だと証明してみせる。エミクシャル、あのプワとかいう女にか、しかも人のために戦ってんのかよ。ずいぶん自慢の野郎だぜ。お前は確かに通しやろ。君には負ける気がしねえ。通しやろ。俺の方が上のはず。そんな数字にこだわってたら、てめえはつまんねえんだよ。スーパースリーシン、スリー。終わりにしよう。俺は負けたのか。だな、こんな感情は初めてだな。奴らにあって俺にないもの、それが少し分かった気がする。すごい。まさかバーダックさんがあのミラを倒していたなんて。最後の戦いでミラはトアの命令を無視して自分の限界を超えようとしたって言ってたわよね。この時のバーダックとの戦いがミラの心に何らかの影響を与えたんでしょうね。でもバーダックさんはこの後どうなってしまったんでしょう。ミラが意識を取り戻した時には姿が見えなかったのですが。そう、それなのよ。二人の戦いの最後の瞬間からミラが意識を取り戻すまでの歴史が見られないんじゃ。おそらく超パワーのぶつかり合いによって時の狭間に何らかの異常が発生したんじゃろうな。あなたたちはバーダックがどうなったと思う？確かにあれだけ激しい戦いだったわけですし、時の狭間を突き破っていても不思議じゃありません。だとしたらバーダックさんは
どこかの時空へ飛ばされてしまったのかもしれません。ただスーパーサイヤ人3の力は消耗も激しいと聞きます。急激な覚醒に体がついていかず、パワーを暴発させて消え去ってしまったのかも。ああ、そうね、どちらもありえるわね。まあもし生きていたらまたどこかで会えるかもしれないし、今後も歴史の調査を進めていきましょう。はい、わかりました。ありがとう、参考になったわ。お疲れ様。